お疲れ。ただいま帰りました。遅くなってごめんね。大吉さんお疲れ、福太郎さんお疲れ、福ちゃんお疲れ、ニコ黒さんお疲れ、タケルさん魂ありがとう、クワネリさんハト、おみかんさんお疲れ、ヤシさん花束、カワドリさん朝顔じゃない、アジサイありがとう、オーリーさんハートありがとう、こんばんは、お疲れ様です。お疲れ。リンタロウさん魂ありがとう、シェンさんお疲れ、こんばんは。もうメイクする気力なくてマスクですいません。前髪は一応巻き直したけども、なんかもうふわって、ホタルだよって知ってるよ、知ってますよ。福ちゃん魂ありがとう。お疲れ様。ふえー、今日は6時間踊って、もうなんかずっと6時間ぶっ通しで踊ってたの久々だったから、明日は筋肉痛になりそう。ポーラーベア行ってきました。美味しかったですか？私も行きたかったんですよ、今日レッスン前に行きたかったんだけどね、絶対ファンの方いるだろうなと思って今日行かなかったです。ジンダーさんお疲れ、カメさん朝顔じゃなかった、アジサイありがとう、おー混ざる、ゆうたくんくまありがとう、くまちゃんありがとう、でもお断りです、お断りかける10です。スケモンさんバラありがとう、サッタンさんハートありがとう。明日お話し会ですのでよろしくお願いします。おしまし券持ってる方、おしまし券持ってる方パセリ待ってるね明日。ふぃ、いっくん魂ありがとう、お話しか明日明後日よろしくお願いします。明後日は男装なんですけど、まだウィッグの被り方、ウィッグがちゃんと被れるか微妙なので明日ソラハーさんとまた話そうと思います。ウィッグどうしますかって。明後日はソラハーさんと一緒にダンスをする日です。明日の服はまだ決まってないです。あのポセリの生誕 T 着ようかなと思ったけど、どうしようかなと思って。研究生との写真、明日研究生いるんですか？この前はいなかったけど、いる？研究生もある？明日こんばんは、あ、いるの明日、お、じゃあ撮ります。何着ていこうかな明日、何着ていきましょう。あ、明日からいるのか、お、そうなのね、知らなかったです、知らんかった。楽しみじゃん。じゃあ私今リオツン気になってるんですよこの前公演見てからリオツン気になってるんですよ。なんかずっとくるくるが気になったんですけど、なんかこの前の公演見てリオツン気になり始めちゃって、ちょっとやっぱ DD なもんで楽さん話しかけられたらいいな、人見知りなんですけどね。黒さん、アジサイありがとう。あ、ガパオライス食べてきた？おー、美味しかったですか？研究生、いや今日でも、え、今日僕校行きたかった。僕校行ってて、9時半ぐらいに3分ぐらい
休憩3分ぐらいの休憩で僕恋の配信見なきゃって言って配信開いたら自己紹介してて、えまだ自己紹介なんだと思って、奥さんがもうめちゃめちゃ可愛くってね、もうスクショ祭り、その3分の休憩でずっと奥さんのスクショしてた。奥さん映れ映れ始めるよって言われて、待ってください奥さんのスクショが奥さんもスクショしてた。あ、なんか指あざできてる、ここになんかあざできてる、なんだこれは、何のあざだこれは、わかったわかった、このあざ何のあざか、昨日ビバハリケーンでメンバーのマイクが当たったんですよ、それだ。え、待って、私さ前回の公演でもここ やったんですよ、ここ負傷したんです、また同じとこ負傷してるんだけど大好きじゃんここお疲れ様、今日もマクブーさん宝石5個ありがとう、山猫坊主さんレインボースター10個ありがとう、肩の痛みは治りました、昨日あんなに痛かったのに治ったね、ユミリンさんの発表さ今日一日ドキドキしたんですよ、よかったです、嬉しい発表でよかったです、安心しました、ユミコさん、ユミコさんやばかった、ユミコさん、クロさんさくらんぼありがとう、山崎さんお疲れロックありがとう、あ、シップ買い忘れた、あ、今日ドラッグストア行ったのに買い忘れたね、安心、福ちゃんいいね5個ありがとう、木林さん宝石ありがとう、ひひひ、ゆみこさん、ふやー、今日はいっぱい動いたぞ、アイスもいっぱい食べたしいっぱい動いたし、よく眠れそうだ、明日、明後日お話し会もいっぱいおしゃべりしてみんなとたくさんたくさん話そう、話そうね、明日は何にしようかな、服と髪の毛何にしようかな、明後日は決まってるんだけど、明後日じゃない、明日はどうしようかな、なんか一日ね、パセリ推しになる日を作りたいんですよ、パセリ推しコーデみたいな、パセリの生誕ティーになんか緑の何かを取り入れて、でうちはこのパセリうちわを持ったりしてする日を作りたかったんだけど、作ろうと思ってるんだけど、思ってペンライトも2本買ったんですよ、新しく色を変えれるやつを、それをいつにするかなと思って、いつにしましょうかねって思ってまして、シップ貼った後日光に当たったら被れる、気をつける、ありがとう、マジで有益情報ありがとう、医者ベレッタさん魂ありがとう、今週もお疲れ様、みんなもお疲れ様、どうしよう、どげんしよう、どがんしよう、どげんしよう、どうしよう、じゃあ明日にしよっかな、明日パセリ推しになろうかな、で明日やって楽しかったらまたいつかやればいいもんね、じゃあ明日しよう、じゃあ明日これ忘れないように持ってくね、じゃあこれとこれとこれを持ってくから、これとパセリのアクスタを持ってくし、あ、パセリのアクスタ落っこちた、パセのアクススターでした、アクスター持ってく、忘れ物持ってくわ、いっちゃん宝石とさくらんぼありがとう、え、生誕ティーにスカートにしようかな、で、うちわ持っとく、ちょっとじゃ髪の毛も、じゃライブ参戦、テーマはライブに参戦する
女の子、ゆるふわ女の子みたいな感じにしたいな今決める。私さ、 PR 舞台の方の投票押し増しお願いしてたから、あの他のメンバーみたいにこの日はどんなの来ますって一個も決まってなかったんですよ。決まってなかったとか今も決めてないんですよ。だから毎回直前にどうしようってなってるけど、じゃあ野行田だけど STU ばかりです。まさかゆみりんさんの配信を見ましたか。私最近乃木坂さんに推し面ができました。みんなにはまだ言ったことがないかもしれないけど、最近推し面ができました。誰でしょう。すぐ推し面作っちゃう私。誰でしょう。正解は正解は、あ、ハートありがとうヒロさん。正解はドゥルル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 ルマジで可愛い。マジで可愛い。私多分私の系統バレてる、好きな系統バレてるんですけど、もうマジで可愛いです。ココハちゃんこんばんは今週もお疲れ様。そう、ご帰省マジ可愛いです。でね、グッズを買おうと思ってね、乃木坂さんのホームページを見に行ったんですよ。でグッズ欄見たらもう今売ってなかった、何も全部もう販売終了しましたって書いてあって、ランダムのグッズしかなかったから。でも来月乃木坂さんが広島来るんですよ、グリアリで。その日STU お話し会があるから、まあ、いけないんですけど、同じ広島にいるって思っただけですごく幸せな気持ちになるね。そう、お話し会です、よろしゅう。開演が16時半ぐらいだったから絶賛お話し会中ですね。だからもしかしたらお話し会に来るさ来るファンの方が、乃木坂のライブ行ってくるよっていう可能性はあるよね。ファセリの代わりに見てきてあげるよって言われる可能性はある。そうなんですよ、私たちも7月10日にグリーンアリーナに出させてもらいますので、よかったら皆様お待ちしております。よろしくお願いします待ってます。5月ね、5月に延期になっちゃったので7月に開催されますので、皆さん一緒に ST の5周年お祝いしましょう。ハッピーバースデーしよう。坂道系だったらあれかな、バースデーライブかな。バースデーライブって言い方するよね。亀戸関で参戦します、待ってます、待っとるよ。新一さん宝石ありがとう、楽しみにしといてください。今度のチリメンパーティー7月1日の RCC のラジオ STU 法廷のチリメンパーティーでも5周年の見どころを話しておりますので、ぜひそちらも聞いてから、お、ここが見どころかって思って見に来てください。待っておるよ。今週もお疲れ様、みんなお疲れ様。テロップに書こうと思ったけど、テロップはこれを書いたので、定型文をいじりました。今日は久々に皮膚ヒヒンって言おうとしたらヒホンって言っちゃった。よろしく。
そう、あやぱんと一緒に入れます。え、待って、悲しい、うちわが折れ曲がっとる。パちゃんのうちわ折れ曲がった。ほら、見えますか、ここ。つらーい。つらいのはよくわかるよ、号泣した夜もあった、チュ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 、君に最後に言っておきたい、自分の方から諦めるな。ドゥルルルルル。悲しい、私このグッズ気に入ってるのに。一番好きなグッズ、この2年半で一番好きなグッズ、これこれ、このこの時の自分のグッズ好きすぎて、もうすごい集めてるから。じゃじゃーん。悲しい。そうだよ、 NMB さんの夢は逃げない、ツアーでやった曲です。あー、ツアーしたい、ツアーまたしたい。え、でもなんか、え、待って、今思ったけどさ、昨日の自己紹介 MC でね、公演のツアーでやりたい曲を聞いたんですよ、私は質問で。なのにシミサラは誘惑のガーター公演したいんだよねって言ったんですよ。ツアーではないね、今思いました今気づいた、ツッコミ待ちだったかなツアー、誘惑のガーター公演ツアーをしたかったのかな、もしかして。あれ、話が噛み合ってなかったのに今気づいた、24時間経ってから気づきました。ほほほほほ。つばちーさん、だるまありがとうございます、ありがとう。埼玉行きたい。埼玉行ったことない、まだ。美味しいものありますか、埼玉。こんばんは、どうも。本当にもうボサボサすぎる。いやー、クラさん花束ありがとう。北海道来て、北海道行きたい。北海道行ったことない。十万石まんじゅう。りんごさん、お断りかける3です。お断り、お断り、お断り。うまい、うますぎるのやつでしょ、そのまんじゅう。こんばんは。埼玉、私が行ったことある都道府県は長崎、まあ、生まれ育った長崎で、おばあちゃん家がある佐賀、福岡、大分、鹿児島、熊本、あと山口、広島、岡山、徳島、香川、あとは東京、大阪、千葉、名古屋、じゃあ愛知愛知、終わりかも、終わりかもです。あ、神奈川ある、神奈川ありますね。兵庫ある、兵庫、兵庫ある。終わりかな、終わりな気がする。ほえー、そうだね。でも私が今あげたやつほとんど STU に入ってから行った場所です。STU に入る前に行ったことある場所は長崎、佐賀、福岡、鹿児島、熊本、大分、東京、千葉、愛知、終わり
しかないから他それ以外は桑本は言いました。言った、あれ言わなかったっけ、飛ばしちゃったかな、脳内では思い出してたけど、どうだった、言ってた。ちょっと私ね、言ったことをすぐ忘れちゃうんですよ。言った気もする、言い忘れた気もする。あ、そうなんですよ、香川、そうそうそう、びっくりだよね、香川で公演があるよ。みんな絶対広島と思ったでしょあ、熊本言ってた。あ、兵庫は、いやでも兵庫はでも STU のオーディションで行きました。 STU の二次オーディションで行ったから、もうほぼ入ってからみたいなもんですね。 STU のオーディション受けてなかったら行ってなかったので。宮崎ないのよ、推しメンの生まれた場所だけどないの。ないんですよ。なんかね、鈴懸の木の道での曲あるじゃん、 AKB さんの。その鈴懸の TSUTAYA の CD 特典イベントのやつで応募したら何人かの方に握手会が当たりますってやつがあったんですね。でそれ応募したら当選したんですけど、その日がちょうど学校で入って行けなくなっちゃって、それが宮崎だったよ確か。本当に行きたかったけど行けなかった。リンゴさん、タコを5個ありがとう。カナピー、宮崎行ったらチキン南蛮とマンゴーを食べたいです。小倉のチキン南蛮食べたいです。食べてみたいです。あとなんか推しメンがよく言ってたやつとかを回りたい。黄色いゾウさんの CM とか見たい地鶏は食べたことある。カープの球場行った時に食べました。宮崎のやつ。クロさん、タコありがとう。いっちゃん、タコありがとう。ハットもありがとう。結構ボリュームある？本当？どうだろう、私の胃袋はどうだろう、足りる？結構結構ですか、ありますか黄色いゾウさん 歌ってる。そう、初めて聞いた時はおーすごい歌だと思ったけど、結構脳内に残るんですよ黄色いゾウさんの歌。ふとした時に流れる脳内で。クロさん、いいな、ありがとう。茶太郎さん、アジサイ、アジサイ、アジサイか、アジサイ参加ありがとう。あ、なんじゃこら大福、それを推しメンが言ってました。なんじゃこら大福、なんじゃこら大福、なんじゃこら。そう、バンダイホームの CM、 黄色いゾウさん。ジロ君、宝石ありがとう。今週もお疲れ様です。デンデラリューバも負けてない、本当？負けていられない？負けてはいない？本当ですか？多分ローカル CM だ、ね、宮崎のなんか私は実際の CM をテレビで見たことはないんですけど、なんか私が STU 入る前に HKT さんの番組とか見たら絶対毎回黄色いゾウさんのCM の話が出てきてました。2013年4年ぐらいの話だけど。いろんな場所に行きたいですな。しんじさん、魂ありがとう。いろんな場所に行きたい、行きたいよ私も。もっと
もっともっといろんな場所行きたい。あ、でもさ、あれだよね、山中湖の時にまた新しい場所に行ける、また増えるよ行ったことある日本の場所が。でも新幹線では一応通ったことあるんですよ、いろんなところ、静岡とかも通ったことあるけど、あの着地、着地じゃない、なんて足を踏み入れたことはないから。山梨初ですよ、楽しみです。初山梨です。こんばんは、どうもどうもどうも、みんなお疲れ様。楽しみだな、ワクワクしちゃうわ、ワクワクだわ。でもなんかさ、7月のその山中湖周辺結構広島で公演ありません、ね、なんか今日発表ありましたよね、出てましたよね。千秋楽もあるし楽しみだけど、千秋楽来てほしくないですよ。ロングさん風呂敷ありがとう。ふえあ、まぶたが閉じてきそうねえ、僕隊ドキドキ、もう僕隊本当に次が千秋楽なんだと思った。なんか前回も次が千秋楽かもって言ったら、もう一回さやかりの生誕が昨日あったんですけど、もしかしたら7月もう一回ぐらいないかなとか思ってたけどさ、なかったです、なかったよ。クロさん、アイスありがとう。熱中症には気をつけて、気をつけます。今日グリーンだからちゃん買いました。トニーさん、花束10個ありがとう。 AKB さん、僕とやってます、やってるやってるやってますね。ね、2階公演片目ずつ寝るの、こうやってお疲れ様、みんなも。今日は僕恋公演で、先輩のファンの方とか結構広島にいらっしゃるかなと思って、チーズケーキ屋さんをツイートしておきましたあとポーラーベア行ったよって報告が多くて嬉しいです、ありがとうございます。ちなみにパセリには何も、なんかそういうパセリが宣伝したから行きましたみたいなやつで報酬とかはないので、安心して行ってください皆さん。パセリは、あのそういう金銭は発生しておりませんので安心していてください。私が本当に美味しいと思って、ずっと好きで前々から行ってた場所をおすすめしてるだけで、あのハッシュタグ PR とかハッシュタグ提供みたいな、そういうのはありませんので、安心して美味しく食べてください。そう、案件じゃないよ案件じゃないよ。疲れ、そう、プロモーションは含まれておりません。そう、それそうだよ。あなたの姿を見つけた時、不意に胸の奥がキュンとした。新しい教室に分けられた熱服を着た生徒たち。クロさん、ラブレターありがとう。一緒になれたと。あ、ないよ、みんなにも特典とかないですよなんかたまにあるよね、なんかツイッターを見ましたと言ったら 10% オフとかあるけど、ないよ。
ないですよ。ときめきのときめきのクロスが運命が、もうレッスンしてきたから歌っちゃう、なんかそういうの歌っちゃいません？レッスンとかの後歌っちゃうんですよ。だからなんか周年公演とか初日前とかそういうまだネタバレできない時のレッスンの後とかめっちゃきつい。レッスンの後の配信歌えそうになるから、だからマイカー公演の初日前とかもずっともう絶対に一曲も歌わないぞって割引ないよ。トイストーリーやってんの今日？今？トイストーリー何ですか？密かに祈っていた。クロさん、魂ありがとう。この音は大丈夫。4 見たことないかも。え、なんかさ、私が見たことあるって何なんだろう。テレビつけたいけどリモコンが遠くにある届かないとこにある。あと手が2メートルぐらいない届かないとこにあるから無理だ。早く7月18日になってほしいな。え、18日やったっけ？違う、遺留捜査いつからだったっけ？18やったっけ？ 13だっけ？遺留捜査見たいんですよ。でも18日になったら僕隊が終わっちゃうからなってほしくないけど、え、なんかもうさあ、ライブの日早く来てほしいけど来てほしくなくてさ、困ってます。ふん5周年コンサートも早くしたいけどしたくない。まだだってしたら終わっちゃうからしたくない。寂しいじゃん寂しいじゃん。ポーン。レッスンとかもなんかこの前までレッスンでずっとフェスの練習とかめっちゃレッスン入ったのに終わったらなくなるじゃないですか、そのレッスンも。切ない。急に別れを告げられてさ、なんかすごく未練たらたらな女って感じがしてすごく寂しいです。でも楽しみ。お疲れ様。あつ、2期生の周年コンサートねしたいですよね。3周年、去年はあれでした、ハロウィンやったからお見送りの衣装がハロウィンだった。こんばんは。30のマイカーも楽しみだけど、次のマイカーはなんか1回出たら1回交代システムだからさ、今公演が月1だと1ヶ月休演というか1ヶ月公演がない状態になっちゃうから、それが寂しいです。クロさん、小判ありがとう。そうなの、いっぱい声あるといいですね。これからみんなといっぱい会える機会が増えますように。私も頑張ります。いっぱい練習。こんばんは。あなたの姿を見つけた時、こればっか歌っちゃう。アイドルなんて呼ばないで、アイドルなんて呼ばないで、私はいつでもあなたを
レイダーのポセリのカメラ目線。あ、今日ね見たよ、お昼にレッスン行く前に昨日の配信のアーカイブを。12時から公開だから12時まで待ってたんですよ、ずっと。で見ました。でもまだ全部ゆっくり見れてないんですけど、日暮らしとレイダーは見ました。なんかいつも、あ、お見送りのマスク昨日からなしでした。昨日からです。いつもねレイダーの一番最後の振り付けがリンコの肩をこうやって持つ振りなんだけど、昨日リンコいなかったからずっとリンコのいる場所をずっと眺めてた。こうやってリンコの肩に手を置く振りだけど、いないのでこうリンコのとこをこうやって見つめてました。あとはね、未来の果実っていう曲があるんですけど、そこいつも生誕のメンバーにちなんだ振り付けとかいろいろやったりするんですね、カメラで歌割りで抜かれるときに。だから昨日はワン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 ってしてた。リハの時からずっとワンワンしてました。でも見た感じなんか犬って分かんない分かんなかった。そう、マスクなかったよ。日暮らしね、またやりたいけどあと少ししかない。悲しい。あいこともアナとも日暮らし。あ、犬って分かった。え、そうなんだよね、千秋楽の日に岡山多摩の競輪場で、そう、沖さんミニライブあるんよ。だからそう、私この前5月にね、5月にラジオの収録に行ったんですけど、その時にここでミニライブをすることが決定しましたってその時に聞いたんですね、収録の時に。と思って、絶対出たいって心の中で思ったの。そしたらまさかの千秋楽だって。だったから千秋楽ももちろん出たいわけですよ。だからパセリ分身したいと思った。分身して半分、パセリの右半身は僕隊、左半身は岡山、両方出たい気持ちになった。そうなんです。こんばんは。あ、分身ではないね、これは。確かに分裂してるわ。ひりあすみさん、バラありがとう。そうだよ、かぶってた。へへ、分裂してました。真ん中でも、真ん中より上半身下半身がいいんかな。あ、でも表情がある方がいいから、やっぱ右と左かな。敏郎さん、魂ありがとう。祈るように胸に抱かれてた私なんて、手を引いて、ドラフト3期生さんのね、愛しさのディフェンスがめっちゃ良すぎて、ツアーでやってたやつが良すぎてめちゃめちゃ好きだから、また見たい。私は生で見てみたい。あれは配信でしか見れなかったから見たいよ。気持ちとは裏腹な言葉だと分かってよ、臆病オーナー、愛しさのディフェンスに素直じゃない唇を。どっちか景色見れないよ、確かにね。じゃあ明日は、明日の話し会パセリ推しになるからさ、みんなはパセリ推しできて。パセリ何がいい？私の思うライブ会場にいそうなゆるふわパセリ推しみたいな感じですよね。パセリ推しゆるふわなアイドルファンみたいな感じ。髪巻いてヘアメイクしっかりして涙袋にラメとか入れようかな。
伝わらんか、オンラインだ。でも可愛くしていこう。明後日が断層だから明日はもう真逆な感じ。2日連続の日はだいたい真逆な感じにしてるんですよ。この前も特攻服とか、特攻服の次の日にワンピースで、その次がスーツとか。なのでどうしよう。でもこれは持ってくね。これは持ってこえ、どうしよう。パセリじゃなくて沖さんの服の方がいい。沖さん T シャツがいいですか。沖さんの T シャツあるんですよね。 あれがいいかな。パセと沖さんのツーショット T。 え、どうしよう。え、どうする。え、どうしたらいいかな。ちょっと服みんな相談していいですか。今から明日のパセリ推しコーデ。え、ちょっと待っててください。止めていい。ただいま戻りやした。ただいま戻りましたよ。止まってた。止まってましたか。でもこの前ね、めっちゃ電波が悪かった日に、小窓からなら動いてましたよって教えてもらったんよ。もしかしてさ、パセがピースしてる時とかもさ、小窓やったら見れるんですか。そういうやつはない。電波悪い時だけ限定ですか。どういう仕組み、どういう仕組みなんだろう。また別、電波悪い時は小窓いけるけどみたいな。どうなんだろうね。黒さんバラありがとう。それともコマドはループされてたのかな。それよく分からんよね。じゃあまず私がもともと着ようと思ったのは自分の生誕 T です。これです。これを明日着ようかなと思ったんですよ。めっちゃ可愛いやつ。これを着ようかなと思ったけども、でもね、どうしようかな。一生わしの、それかこれ、よいしょ、沖さん沖さん可愛いでしょ。これまだ一回も着てない。もったいなくて着れない。これはね、あの朗読劇の時のやつ、グッズ。可愛いでしょ。か、駒田さんのありますよ。駒田さんこれはよく着てる。でもね、これ好き、このデザインが好きすぎて、着すぎたらここはヨレヨレになっちゃって、洗濯とかもいっぱいしたら色が薄くなるから、なるべく大事に大事に着るようにしてます。可愛いでしょ。今紹介したやつ全部可愛い。あとはこれかな。絶対みんなさ、やばって思ったでしょ。えって絶対、次はどんな可愛いのが登場するかな。これはなんか、え、これ本当にそう、謎なの。差し出し人不明でプレゼントボックスに来てて、どなたです。本当に、でもこれ一回来たことある、お話し会会場で。しかも沖さんにその日に、見てください、今日これなんか事務所に届いてて、って見せたらメールに載ってました。顔だけ、顔、首から下のここだけ載せられてた。誰でしょうって。そうで、これをね、マイカの初日前の時に、あのリコちゃん、工藤リコちゃんが落語に行ったんですね。で、落語から帰ってきたらその日抽選会があったんよ。
プレミアムくじ抽選会があって、その後にね、その休憩時間にマイカーの振り入れがあったんよね。でリコちゃん東京から落語から帰ってきたから、レッスン着がないからパセ貸してって言われて、これ貸したんですよリコちゃんに。でそのマイカーのレッスンでリコちゃんがこれを着てずっと踊ってるっていう、すっごいね、だって2人ともいる空間で違う第三者がこれを着て踊ってるんですよ。やばすぎるでしょ本当に。多分ツイッターかなんかにね画像載ってました。2月ぐらい、2月の何日間の時にツイッターにリコちゃん画像上げてた。ポキパセです、これにしようかな。なんかしかもめっちゃいい生地なんですよこれがなんかペラペラの T シャツとかじゃなくて、もうめっちゃいい生地の厚手の生地で、ますます謎が深まるわ。誰なんでしょう一体、誰がくださったのか分からんけどありがとうございます。あとは4周年 T シャツ STU の、これはアンコールとかで着たやつをもらったやつです。かわいいよねこれも。あ待って、これもあるよ、これはこの前着たやつだよ、これは着ましたよまた着るねこれも。これ新谷さんがね、新谷ののかさんが昔ツイートしてたんですよ、おやすみってこういう自撮りで。私これを先月ぐらいに来た時にその自撮りを真似して撮ったんよこうやって。でまだツイートする勇気がなくてちょっとお蔵入りになってます、すいません。またいつかしますね気が向いたら。そうのんちゃんさんとお揃い、のんちゃんさん、これ私これ好きなんよ、これ可愛くない ?STU のさクリスマスのやつ、なんか可愛い。なんか STU のさグッズさ、なんかロゴとか可愛い、いつも周年コンサートとか。あそうこれあのあれです、あやぱんがこの前の僕の太陽の時に MC で話してた好きな色、これパセリの、パセリが着てる T シャツの色が好きって言ったやつ、これです、この色です。これは STU48 号の最後の時のやつ、もうね私のお家収納がなさすぎてクローゼットもさ、ちょっとの服ですぐ埋まっちゃうからこうやって入れてるんですよ。これはあれですね、舞浜の時のやつ、舞浜。これはじゃじゃーん、1年前のツアーの時です、昇格ツアーの時。これはめちゃくちゃ思い入れがあるでしょうファンの皆様も。あこれ持ってこうかな、これ持ってたらなんかライブ会場に移送感がぐっと増す気がします。私のお気に入りゆきりんさんの神推しリックタオル、私はこれを持って全国握手会とか行ってました。だからいっぱい選択してるからさちょっと色あせてるんですけど、柏木由紀って書いてる、ゆきりんさんのやつ。これ夏場のねあれにしようかな、お腹にかけるお腹が冷えないように寝るときにかける、おしめに包まれて眠る。お気に入りです。そしてそしてこれは
これは駒田さんの生誕ってピーちゃんレスクレーのやつ。これを着て生誕祭に行きました。2014年。これは宮沢さえさんの生誕ティーです。 SKE さん時代のやつ。じゃーん。これたまにレッスンで着てます。あと着よう。どれもいいでしょう。これはあの沖さんの沖さんのなんかファンの方がくれました。沖さんのバリーさん T シャツ。これはゆきりんさん。あ、今日もねレッスンでゆきりんさんのあのツアーライブのグッズの T シャツ着てました。これとは違うやつ。これもよく着ます。かわいいっしょ。ゆきりんだるま。あとはこれはチカッパの時のやつ。チカッパティーです。見てすごくない。ノエミさんとかと同じロゴが、同じやつにロゴが入ってるの。すごいっしょ。あとはこれは私が STU に入る前に買ったやつ。この服好きなのめっちゃ。これメンバーのね一人一人のシルエットになっててすごいでしょ。ほら指原さんとか。1期生さんですね。これはあでも3期生入ってるわ。3期生の名前も一応入ってるから3期が入ったぐらいのやつですね。ほら3期生の名前ある。推しメンは2期生なんですよ。あこれここにあった推しメン駒田さん、駒田ひろかさん。でもこれ絵が載ってるのは1期生だけかも。村重さんとか。そうだよ。あ、違う、これチーム H だ。チーム HT でした。一番最初の時のチーム HT でした。セリーヌさん。これはねキャナルシティの期間限定ショップで買った気がする。これと本村葵さんと松岡夏美さんのタオルを買った気がする。この時あと富吉さんのバッジとかも買った気がする。以上かな。どれがいいと思う明日着るの。明日着るやつどれがいいかな。結局決まらなかったわ。何がいいでしょう。ただお披露目しただけになっちゃった。そう悩む。でもこれ持っていこうかな。もう洗濯した方がいいかな。大丈夫か。じゃあこれ、じゃあ今日明日の朝から洗濯すれば間に合うから洗濯してどうしましょう。沖さんで どれ、どの沖さんですか。
部ごとによって変える。この部はこのやつ、この部はこのやつ。どうしよう、どの大きさ、これこれこれ、これパセさん。でもパセのやつ可愛いんですよ。パセの初めての生誕ってめっちゃ可愛いじゃん。ちなみに裏は何もないです。他のグループさんとかは結構なんか入ってるんですよ、こういうこういうの入ってるけど、名前とかの入ってるけどさ、 STU なかったです。ポキパセティ何回見てもやばい。笑うな笑うんじゃないよ確かに私も笑っちゃったけど、ガハガハ笑っちゃったけどね、私もね事務所に行ってさ、いつも事務所に行ってプレゼント来てるかなって見るんですよ。でその時にこうやって見てて、えと思って、えと思って、メンバーにめっちゃ写真送ったもん、見てって言って、なんかすごい T シャツが来た。しんいちさんハートありがとう。これがだって畳んであったわけよ、畳んであってどんな T シャツかなと思って、お T シャツ着てるって広げたらボーンだったから、いやそれは笑うじゃないですか、これこれを見たらね、笑っちゃうでしょみんなだって。ロングさんハートありがとう。でも幸せそうだよ、とっても大事にしてますよ。どうしよう、でもテゲピロピロもいいんだよね。このテゲピロピロさ着ていくとね、レッスンに着ていくたびにあのリコチが、工藤リコちゃんが絶対ここをなぞってくる、テゲピロピロって言ってテゲピロピロ、でもパセリオシコーデだからな、悩むな。かわいい、悩む悩む。何かしら着るよ、もちろん着ないっていう選択肢はないからね、何かしら着るからね、安心してください。どうしようかな、みんなはどんな服を着ますか、お話し会の時。スーツですかスーツの方はあのめったにいないですね、だいたいみんなお休みモードで T シャツとか。そう難しいよね、パセリ押し。ちなみに今日はナナさんのねやつを着てます私さ生誕ティーとか結構しょっちゅう着てる、もうほぼお話し会とかで着てるようなワンピースとかは本当にもうお出かけの時とかぐらいで、ちょっとコンビニ行くとかレッスン行くとかスーパー行くとかだったらもう生誕ティーとかばっか着てます。何着ようかな、こんばんは。どうするのみんな、悩んじゃう？
なんでしまうの？セダンって余裕で消えるよ。あ、でももう一個あるよ。もう一個、あ、待って、持ってきたやつがある。ちょっと待っててください。止まります、一旦止めるね。アイドルの現場に行きます。免許証いるの？なんで身分確認されるの私。なんで？え、ドクターの衣装着てる人とかいなかったよ。じゃあみんな千秋楽に来る方、ドクターの衣装自作して、ぜひ。なんだろうな、レイダウンかな。どうしよう、客席がレイダウンの衣装だらけだったら。メモの置き場忘れないように。分かった、メモしたこと忘れないように。もうみんな私のこと分かりすぎてる。分かった。ハンカチは？お母さんみたいな人いる。え、その髪のキャラトイストーリー出てた。これこれトイストーリーだったの？私知らずに買ってたよ。これこれ、このキャラ、これトイストーリーなの？マジ？まさかね。お前が手に入るなら悪魔と取引しよう。私あそこ歌ってみたかったんよ。あ、山中坊主さん、待って待って、なんだっけそれ。待って、漆黒の、違う、漆黒のなんとかじゃない、違う違う違う、なんだっけそれ、なんだっけ、え、なんだったっけ。そのゲストの名前、漆黒の闇にみたいな言ったやつだ、昨日。なんだっけ、昨日の公演ありがとうございました。こちらこそありがとう。目が合いましたね。あ、雨露の葉も、違う、雨露の葉も、それです、それだった。全然違った。雨露の葉もありがとう。漆黒のじゃなかった、全然全然違いました。漆黒ではなかった。中二感、なんか中二感出しちゃう。さこちゃんも、明日はこれをさ、明日これ忘れないようにみんな覚えとってほしい。明日のパセリの持ち物これだから、よろしく、よろしくお願いいたします。これ持って写真撮るね、明日。右手にはスマホの、スマホで七並べとかしてる画面で写真撮ったらもう完全にパセリ推しでしょ。ちゃう。メモだけ持っていくパターンはなしだよ。なし。なんかね、今日からリナタンがね、私のことセリカって呼ぶことになりました。聞いてほしい。昨日リナタンにアイスあげたんですよ。でね、なんかなぜかそのアイスの写真をね、パセリの公演前のマスクに帽子のすっぴんの、もう何にもしない髪ボッサボサの、ボッサボサのパセリを背景にそのアイスの写真撮り出してね、えっと思ってね。でそれを今日のレッスン中に LINE が来てて、これ載せてもいいって来たんです。いいよって送ったら、ありがとう、突然じゃけどセリカっていい名前だねって言われて、本当に突然だなって。全然違う話してんのに急になんか突然だけどセリカっていい名前、いい名前だよねみたいな言われて、セリカって呼ぶって言ったら、呼んでもいいって言われてから、なんかセリカ呼びになった。急になんか突然だけどって言われてもさ、大体その突然じゃないこと多いじゃないですか。でも本当に突然だったんですよ。セリカ
コっていい名前だよね。2年半一緒にいて急になんか LINE で言われると、待ってよ、わかる、ゲームの序盤出てくる長老みたいなセリフ、わかる、わかるよ。あれでしょ、ポケモンとかで言うさ、名前を入力してくださいのとこでさ、いい名前だねみたいな、動物の森とかでありがちなやつね。夜の道歩いてて心細いから話してて、わかった、任せて。大丈夫、何かって走るんだよ、巻くんだよ、急に角曲がったりして、あのフェイントかけたらいい、左に曲がると見せかけてフッてやったら負ける。負けるよ。まぜそばさん、ブラボーありがとう。ちなみに私が ST 入る前に働いてた頃に、あの運送会社のね、仕分けのバイトをしたことがあるんですけど、それが年末年始とかこのぐらいの時間に終わってたんですよ、忙しすぎて、こう居残りみたいな、なんて残業か、その期間限定、年末の数日間限定で荷物が多すぎるから残ってくださいって時は、こんぐらいに帰った時は田んぼ道とかで怖かったからガニ股で歩いて帰ってました、わざと。自分が一番変な人になれば不思議な人は近づいてこないと思って、なんか変な動きをしながら帰って、お母さんと電話しながらあのガニ股で歩いて帰ってました、田んぼ道を。おすすめ、うん、意味あったよ、怖い思いしたことないもん。周りに人いないですよ、だって田舎だもん、田んぼ道、人気のない田んぼ道。でもそういう時にさ、道端に車が止まってるだけで怖いんよ、そういう人気がない場所って、超怖くていつもお母さんに迎えに来てもらってた、結局途中までお母さんが迎えに来てくれるんですけど、そのこう迎えと歩いて帰る時にこう何ちょうど会ったとこで乗るシステムだったから、そこまでの道はガニ股でした。後ろを確認するときは曲がるときか、振り返ったことに気づかれないように自分が暗い場所にいるときにする。そうなの、それがいいの、わかった、わかりました。怪しい歩き方の人がいます、通報しないでください。こんばんは、私はとりあえず服は、服じゃないや、持ち物決まったから服を決めんといけんよ。どうする、お母さんの車が向かいから見えたら普通の歩き方に戻すよ、そういうもうね、わざが染みついてるから、私でも多分バレてますよね。どれにする、みんなねえ聞いてんの、パセの生誕ティーかポキパセかテゲピロピロかオキさん、どうしよう、振り出しに戻る、なんかその振り出しに戻るってコメントがさ、ちびまる子ちゃんの後半へ続くの声で再生された、脳内で全然違うのに、結局参考にしないんでしょ、よくお分かりで。パセリの配信もさすがね、パセリの配信見てる人よく分かってるわ、投票してもさ結局自分で決めるんだよね、よくお分かりで。全部持ってくか、もうカラン、どうしたらいいんだ、マカロンピーヤだよ。後半へ続く、
あのね、小学校ぐらいの時にガチャガチャあるじゃん、ガチャガチャゲームセンターとかにあるガチャガチャでね、妹がね、そのね、後半へ続くっていうボタンを押したらそれが鳴るやつをゲットしたんですよ。だから家にあったんです、その後半へ続くが。でね、なんかさ、そういうガチャガチャのやつってさ、最初の頃は押したりして遊ぶけど、だんだんこう、だんだんちょっとなんか押し入れの方に行きがちというか、引き出しの奥とかに行きがちじゃないですか。でだんだん電池が切れてきて、すっごい小声ボイスのね、小声ボイスになった、最終的に。困っちゃうわ。その頃のガチャガチャ100円だったのにさ、今はさ、今のガチャガチャってすごくないですか？もう400円とかが普通じゃん。その分クオリティは高いけども、え、500円すんの？500円があるの？マジ？私の好きなガチャガチャはあれ、あの赤のやつ、赤で回すところが銀色のやつ、伝わる？銀色のガチャガチャの真ん中にある銀色のやつ、わかりますか？赤のやつ、あのガチャガチャが好き。昔のやつ、そう、真珠のガチャガチャ2000円だった、高っ。でも真珠だったら安いのか。500円3枚、え、すごっ、すごっ。あ、10円ガムもよく知ってました。黒さん、宝石ありがとう。なんかね、最近欲しいガチャガチャあったけど忘れちゃった。あ、この前東急ハンズに行ったんですよ。そこでね、ガチャガチャコーナーがあったからね、こうやって見てたらちいかわのやつがあったから、あ、これアナにやりたいって思ったけど、アナにこのちいかわのシュシュつけてほしいと思ったんですけど、ちいかわを弾ける自信がなくて、なんかちいかわにさ、なんだったっけ、デカツヨ、デカツヨっていうとか、デカツヨとか、なんだっけ、なんか他にもキャラクターがいっぱいいるんですよ。だからちいかわを弾ける自信ないなと思ってやめちゃったけど、ちいかわを街で見るとアンナに買ってあげたくなっちゃう。もう孫だったかな、私アーナ。ちいかわグッズを見るともう、あ、アーナにあげたい。こういう感じかな、ファンの皆さんも。プレゼントを送ってくださるファンの皆さんってそういう気持ちなのかもしれない。もしかしたら私はアンナのファンの方と同じなのかもしれない。これはアンピーにって。最近のアンナはもうちいかわ愛がすごすぎて、ヘアピンもバッグも靴下も服も全部ちいかわなんですよ。見習うべきだよね、私も。ちいかわ、塩原でちいかわのコラボ T シャツが明日から販売されるらしい。あんちゃん欲しいって言った。え、それはもう買ってあげなきゃじゃん。私が買ってあげなきゃ、誰が買うっていうの。私が明日開店同時に島村に行って絶対にゲットしてやる。怖がられちゃいそう、口聞いてもらえなくなりそう。うん、祖母。だってね、だってアナに元気になって笑顔で過ごしてほしいんだもん。やっぱアンピーが笑顔だと私も嬉しくなるもん。あ、1人2点までだって。あ、じゃあお揃いで、お揃いで買えるってこと。
ポエムになってる。どの辺がポエム？三つ男だった？私。パセオ。作ればいいじゃんっていう発想、すごいいい発想。川谷さん、ハットありがとう。あ、ついでに落とす感じ？ちょっと私がチーカー欲しくて買ったんだけど、よかったらアンピーもどうみたいな、そういう感じ？そういうこと？怖っ、私怖っ。え、そう、昨日のサヤンの服がチーカワだった。もうみんなチーカワなの。もうみんなチーカワ持ってる。チーカワだらけ。え、ステューチーカワ。焼けたパンにバター塗り塗り。あ、そうだよ。自分ツッコミクマ。そうそうそう。自分ツッコミクマが好きだけど、自分ツッコミクマのグッズがあんまりないのって言ってた。だから私は、わかった。じゃあ自分ツッコミクマを見つけたらアーナにあげますね。そうしよう。じゃあ今年のアンピの誕生日は11月が来たら自分ツッコミクマあげるね。でも似てますよね、チーカーと自分ツッコミクマ。見た目ほんわかしてる感じ。アンナみたい。平和。川谷さん、ハットありがとう。なんかね、メンバーがさ、なんか落ち込んでる時とかさ、元気になってほしいの。私は何をしたらいいんだろう。何をしたらいいんですか。私はみんなが元気で笑顔で過ごしてると嬉しい。何をしたらいい。腹踊りしないけど。ちいかわまたって呼んでる。ちいかわまた呼びしたのね、リコちゃんが最初だった気がする。2期生で流行ったんですよ、ちいかわまた呼びするのが。公演終わりのあのストレッチの時に流行りだした。川谷さん、ハットありがとう。コキンさん、ハットありがとう。腹踊りはいいか。なんか1年ぐらい前からアンピーとアヤパンとご飯行こうねって言ってるんです。でもさ、3人とも人見知りだから絶対実現しないんだよね。でもこの前やっと、そういえばさみたいな、行くって約束してたよね、行こうよってなったんですよ。なんかの時に、なんかのお仕事の時に、今度行こうねって。でもそこで今度っていうあたりが行かない人のやつじゃん。今日のお仕事終わりに行こうとか、明日のお仕事前に行こうとか、具体的な日付を決めないあたりが行かない人のやつだった。ご飯行きたいねって言って1年。ちなみに小島愛子さんと牡蠣に行こうねって言ってもかれこれ2年半。2年半が経ちました。うん、2年半経っちゃった。パセリがソラハさんによく言うやつ言ってないよ。今度、あ、今度っていうのは、私とソラさんは結構しょっちゅう言ってるよ。でも予定がスケジュールが合わんのよ。今度とお化けは出たためしかない。確かに出たことがないお化けにビビっている私たちって一体、やっぱり人間一番怖いのは人間なんだって。人間と金銭トラブルに勝る怖いものはない。あと高所、高所、閉所、暗所、あとアレルギー結構あった。
ご飯行こうね、いや違うんですよ、行こうねって、いやそうなんだよね、行こうねって、だって行こうって言うけど行かないんだよね本当に。そうなんだよ、約束したら行かなくない？約束だって、私サーヤンとか急に今日行こうよって言われたら全然行くもん、行ってるもんこの後行こうとか、レッスン前行こう、レッスン後行こうとか言ったら全然行ってるもんな。ソラハさんとかサヤとかは今度行こうがダメなんだ。明日空いてるとか、明日行きたいけどどうとか言ったらいいですか。無理だよ、断られたらどうすんの、もう心が潰れちゃうよ。本買うけど読まないのにも似てる、わかる。わかるよ。じゃあ今度今度とか言っちゃった、行かない人ね、出ちゃった今度って言っちゃったじゃん今。行こう。じゃ行くとき、行ける日に連絡するねとか、空いてる日また言うねとかですか。なんて言うの、みんな、皆さんはどうやってご飯に行ってるんですか。人によるか、会社の人だったら仕事終わりだし、地元の友達だったら帰省した時とかか、人によるか。断られるのが怖いんだよ私は。しかもあと、いやいや本当は嫌だけどみたいなのも嫌だじゃん、怖いじゃん。絶対そんな思わないと思うけど、みんな優しいから。あ、候補日をあげるのか、いいね、そうしよう。ほえほえほえ、指定か、分かった、予約制か、分かりました。じゃあ何日の何時どこどこに行く予約を入れてもいいですか。いや美容院みたい、なんかお話し会の後、握手会の後、食事いいね、どこ行くのどこ行くの、まさか、まさか、まさか、バーミヤン断らない人す、わかるよ。なんかいつも断られたらさ、あ、もうまた断られるの辛いなと思って断らない人を誘うよね。だから私もね、最近は全然断ってないんです。お断り、去年1年間お断りを目標にしてたから、あの、行けない日とかも、行けない日はお断りしてたけど、なるべく今はなんかふっかるを目指してる。誘ってもらいやすいように、ふっかる。だからメンバーに行こうって言われたら、もうダイエット中とか関係ないと思って。だってさ、スペイベじゃんスペイベでアイドルにご飯を誘われる、スペイベだよって思ったら、なんか申し訳なくなっちゃって断るのがね
ってね、人生に1回しかないのよ、その時期は。今日も人生に1回しかないから、ダイエットはさ年中してるんですけど、せっかく誘ってくれたならね、行くしかないやん、サルヤンなんですよ。リンゴさんお断りです断っちゃいました。そう、スペシャルメンバー誘って断られることは、なんか大事な撮影があるとか、なんかこういうお仕事がある前の日だから今日はごめんとか、そういうとか、あと今日は予定が合わないとか、お仕事があるよとかはあるけど、ないかもしれない。でもあんまり誘わないんです人を、私待ってる待つ側です。そろそろ男女読む？読みますか？読むか、読んじゃうか。え、そう、なんかさ断られる理由がさ、絶対今作ったやろみたいな感じだったら怖いじゃん。だから誘えないのよ。え、本当にその本当にってなるさ理由だったら辛くなるじゃないですか。あ、そんな嘘をついても自分って行きたくないんだって思ったら悲しい気持ちになるけん誘えんのよ。そんな人いないと思うけど、身近には。ジロ君お断りです。そうなんです。じゃあ2022年下半期の目標はふっかるにします。上半期もふっかるを意識してきたけど、もっともうサーヤンとソラハさん、ソラハさん率高すぎて、サーヤンソラハさん率高すぎるので、いろんなメンバーと今度行こうって、今までその今度という言葉を使ってちょっとはぐらかしてきた人々とご飯に行くことにしましょう。どうですかね。どう？良き？頑張る。宣言しとくね、ここで。今ね、汁なし担々麺行きたいんよ、私なんか私あんまり汁なし担々麺行きたいってね、今までならんかってメンバーに誘われてもまた今度ねって言ってた人なんですけど、なんか急に最近汁なし担々麺行きたいって、この前ショールームで話してから急に行きたくなったんですよ。だから汁なし担々麺、誰かメンバーを誘っていきたいと思います。誰かとか言ってるあたりがちょっと怪しいけど、誘わない人のやつだけど、本当にパセリちゃんは自分から誘えるのか。今度とさ誰かは似てるかもしれない。男女用もいきます。13位クワドリさん、12位しんちゃんさん、11位広島こうさん、10位カメさん、9位福ちゃん、8位リンゴさん、7位トニさん、6位ジュナリカヨグレさん、5位シーサイドマルさん、4位トシローさん、3位山崎さん、2位ゆうたくん、1位山猫坊主さん、ありがとうございます。この前のショールームから汁なし担々麺行きたくなっているよ。みんな、じゃあみんなこの後ツイッターに汁なし担々麺の画像を上げてください。想像で食べるわ。よろしく。
じゃあ明日はちゃんとメイクしたパセリと会いましょう。これね、忘れないようにするから。おやすみ。おやすみなさい。今日もお疲れ様。よく頑張った。たくさん寝るんだよ。おやすみなさい、みんな。バイバーイ。おやすみなさーい。